ピーター・ビルヘルムルンド洞窟画をスケッチするルンドが P.A. ブラント・ペーター・ビルヘルムルンドなど戦死時代の多くの種について記載した。戦死時代に絶滅した生物と人類が共存していたことを示す証拠の発見もした。コペンハーゲンの裕福な家に生まれた。医者になるための教育を受けるが、父親の死によって医学に進むのをやめ、自然科学の道に進んだ。 学生時代に、すでに国際的に評価された論文を執筆した。軽度の結核にかかり、保養のために、ブラジルに渡り、3年半、ブラジルで、リオデジャネイロ近郊の植物や鳥類、昆虫へお採集して過ごし、現地のあり、陸外類、鳥について執筆した。1929年に、ヨーロッパに戻り、キール大学で博士号を得た後、イタリアに旅し、 パリにも住んだ。パリでは当時最も巧妙な比較解剖学の研究者であるジョルジュ・キュビエの影響を受けた。キュビエの唱えた激変説はルンドの科学活動の基盤となった。1832年にブラジルに再び渡り、その後ヨーロッパに戻ることはなかった。はじめの2年はリオデジャネイロとサンパウロ地域で主に植物標本を集めた。チャールズ・ダーウィンが 1832年にリオを訪れているが、二人があったという記録はない。1835年にミナスジェライス州やラゴアなどの内陸部を旅し、独特のカルスト地質の領域に氷河期の絶滅した動物種の骨化石の残る洞窟を発見した。ラゴアサンタの小さな町に8年間住んで、マストドンとグランドナマケモノなどの全滅種の2万以上の骨を、 発掘収集し、分類や研究を行った。ノルウェーの画家、ブラントやデンマークの植物学者、オイゲン・ワルミングが研究を手伝った。ラゴア・サンタやベロ・オリゾンテを探検し、有名なスミロドンを含む数十の種を記載した。南アメリカの戦士時代の洞窟絵画を見つけ、記録したことでも知られる。1843年には、全滅種の動物化石の中に、 化石化した人の頭蓋骨などを発見し、人と絶滅生物が同時期に存在したことを見出した。人骨の発見の1年後に、ルンドは突然、資金不足を理由にを洞窟での発掘作業を停止した。膨大なコレクションをデンマークの王室と民間に寄贈した。健康状態が優れないことを理由に、ヨーロッパに戻らず、ラゴアサンタに滞在した。 ルンドの発見は、ダーウィンによって高く評価された。その後の35年は、彼のコレクションを研究するコペンハーゲンの学芸員と手紙のやり取りをしたり、ブラジルを訪れる若いヨーロッパの博物学者の訪問を受けて過ごした。ルンドのコレクションの研究所、イームセオランディは1888年に刊行された。ファリア、カイ、フェリペで A、 ピーター・アルンド・アンド・ザ・クエスチャニング・オブ・カッテ・ストラフザム、EO、クエスチャン・アメント・ドゥ・カッテ・ストラフィスもファロー・ソフィア・ E、イーストリア・ダ・バイアロッジア・ボリューム3、2008、セレスオ・デ・トラバル・ホース・ドゥ・シックス・エン・コントロで・でファロー・ソフィア・ E、イーストリア・ダ・バイアロジア、ピアニッシモ139から156、アブ・フ・ヒブ、イシュン1983から053、 XPW ルンドは植物の学名で命名者を示す場合にペーター・ビルヘルムルンドを示すのに使われる。ありがとうございます。